はいどうも、アシロチャンネルです。本日は先日の動画から紹介しています、こちらの水野プロのオーダーグローブ。こちらを以前の動画で試合デビューしたっていう話をしたと思うんですけど、まだ1試合セカンドで使っただけなので、硬さはまだ残っております。で、こんな感じです。まあ一見映像だと結構柔らかいかもしれないんですけど、この親指、小指と土手部分っていうのはちょっとまだ硬さがありますので、まあ使っていかないと変な回転の打球とか弱い打球の小判とかちょっと怖さありますので、もう少しノックとかで使っていこうかなと思います。まあ汚れるのはしょうがないと思うので、黒土でノックをしていきます。で、今自分の後輩と一緒に練習をしてますので、高校球児明けのこういう色グローブ、高校野球では使えなかった、まあ、白とかツートンとか3色とかのグローブのちょっとその辺も聞いていけたらいいかなと思います。高校野球ではこういう1色のグローブ、ピッチャーだったら1色のグローブ、野手でもこう1色プラス紐の色が違うくらいしか使えませんので、高校生から見たらそういう草野球とかで使ってるカラーどうなのかっていうのも聞いていこうかなと思います。これは IP セレクトの公式内野手用とアルモニアの投手用という風になってます。じゃあ早速白グローブでノックしていきましょう。はい、というわけでまずはセカンドでノックをしていきます。キャッチボールとかでは普通に掴めるんですけど、やっぱりセカンドの最初にも話したようにボテボテの打球とか、はい、キュルキュルのボールっていうのはちょっとまだ危ないかなっていう感じはあります。ですが普通にボールを補給していく分には全く問題なく補給できますので、はい、まあ試合でも1回使ったんですけど無事に補給できたかなというふうに思います。はい、まあ、軟式の場合は変な回転がかかるんで最後までボールを見るっていうのと、その分打球も強い打球もありますし、はい、弱い打球も結構上下があるので、その対応っていうのも大事かなというふうに思いました。あとはグラウンドによっては結構激しいレギュラーもしますので、はい、その辺もしっかり掴むってこともできないといけないかなというふうに思いました。はい、まあ、色以外に関しては普通に水のプロのグローブということなので、この白っていうので少し革質も変わってくるかなとは思うんですけど、自分が思っていたよりも柔らかくはない、柔らかすぎないグローブかなというふうに思います。はい、やばい。では続きましてサードで守っていきます。サードの場合はセカンドよりも打球が強い、まあ、距離が短いので結構激しい打球も来ますし、逆シングル特に三塁線とかも大事になってくるかなと思います。特にビヨンドとかの場合はめちゃめちゃ打球が速いので弾かないようにしっかりと補給をするということと、三塁線側のファールゾーンから入ってくるクルキュルもありますので、やっぱり対応能力しっかり掴むのか当てるのか大事かなというふうに思います。基本的に自分は群馬ではセカンドやってるんですけど、ディッカーズだと半分以上がサードをやっていますので、まあ、最近のポジションとしましてはサードとセカンドが、まあ、9割ぐらいを占めてるかなというふうになります。まあ、たまにグローブの中で遊んでるかなって思う時あるんですけど、まあ、8割ぐらい片付け進んでると思いますので、まあ、少しずつこう試合でも使っていって慣らしていこうかなというふうに思います。最初にも言ったようにちょっとまだ硬さが残ってるんですけど、強い打球は結構パンって入るんですけど、セカンドとかのこういうキュルキュルみたいなやつとか当てただけのボテボテとかはちょっとまだシングルが怖いので、試合で使っていき練習で使っていきもうちょっと柔らかさ欲しいなっていう感じになってます。多分映像で見るよりもここの部分ですかね、下がちょっとまだ硬いように思いますので、まあ育成としてはまだ80点ぐらいかなっていうふうに思います。ただ普通に小判とかも入るので、まあ、自分のこの白グローブっていうのは個人的にも結構最近のお気に入りとなってます。じゃあ次に実際にこの前まで高校球児だった子にもちょっと使ってもらいましょう。はい、というわけでこんにちは。こんにちは。自分の後輩のついこの前高校野球を引退したちかくんなんですけど、まあ、軟式はもう3年ぐらいやってなかったということで、高校球児って結構カラーリングが縛られるじゃないですか、はいはい、赤オレとかオレンジとか黒とかで、まあ、ちかくんもこれから、まあ、たまには草野球やるかもしれないので、大学野球するとしてもこの白グローブとか例えばこのピンク黄色赤オレンジとか青緑とか結構草野球ってカラー遊べるんですよ、はい、それに対して高校生からしたらどういう気分なんですか、それを見た時の心境は。ワクワクします。ワクワクしますか、はい、なんか自分も欲しいみたいになります。欲しいみたいになります、うん、やっぱり高校野球を引退して自分もピンクとか黄色を使ったんですよ。なんか使ってみたいカラーってありますか。
ピンク使ってみたいです。ピンク、はい、あやっぱ高校生はピンク使えないですからね、はい、でちなみにこの白も使えないんですよ、はい、高校野球でこういう真っ白のグローブっていうのは草野球として真っ白のグローブってどうですか。汚れ目立つかもしれないですけど、はい、新鮮でいいと思います。あ確かにありがとうございます。まあそんな感じで白も使えるっていうので大会とかでは使えない大会もあるんですけど、はい、まあ普通に草野球のオープン戦では使えるカラーっていうので、はい、せっかくなんで、まあ、3年ぶりぐらいにちょっと軟式を受けてもらおうと思うんですけどそのグローブちょっと使って感想を聞かせてください、はいはい。では近くには最初はショートを持ってもらいます。基本的に高校の時、まあ、ショートセカンドやってたってことなんですけどやっぱり公式の動きというのもあってこのグローブが下から上がってくるっていうのを今回ちょっと見てほしいかなと思います。軟式の場合は結構高いバウンドがあるのでちょっと浮きがちになるんですけど公式の場合は軟式よりもグローブが下から使う意識っていうのが強く見られますのでその辺もちょっと見てほしいかなと思います。基本的にグローブがこう体の上に持ってこないで膝ぐらいの高さからボールを補給しに行くっていうのが公式の補給の多い傾向かなと思うので本当にその今癖が出てるかなというふうに思います。グローブが上に上がらないで下から上がってくるということですね。これが公式プレイヤーに多く見られるかなと思います。頑張って。はい、そっちの方が速い打球に対応できるのでグローブが下から使えることで打球の対応っていうのもできるかなというふうに思います。いいね。はい、 OK、 頑張って。シェイ。続きましてサードということで、まあ、サードはあんまりやったことないって言ってたんですけど、まあ、一応やってもらいました。先ほどにも言ったようにグローブの高さに注目してほしいんですけど低いところから上がってくる、まあ、上下をしないっていうのが一番のポイントかなと思います、はい、下に置いといてそこから反応して上げていくという補給方法が、かなり多く見られますので、まあ、この辺は特に公式やってる方は注目してほしいかなと思います。軟式でも上手い選手は本当に下からっていうのを意識されてるかなと思いました。ショートのサードでノックしてもらったんですけど、はい、白グローブ使ってみてどうでしたか。いいっすね。いいっすか。はい、近くんはこれまで水のプロっていうのは使ったことないらしいんですけどこれが水のプロの軟式オーダーなんですよ。これ使ってみて皮とかの感じどうでしたか。なんか公式に似てます。ああ、結構固めみたいな。硬くて、はい、なんか皮もしっかりしてて、うん、でも水のプロ使ったことないんですよね、はい、ああ、やっぱ昔から比べるとちょっとやっぱ柔らかくはなってはいるんですけど、まあ、軟式のオーダーってなるとこのぐらいの硬さで軟式の定番だともうちょっと柔らかいんですよ。なんでまあもし水の皮ケアあったら参考にしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、というわけで実際に白グローブを使ってのノックということで行いました。前回はちょっと校庭っぽい水色かかったグラウンドだったんですけど今回はまあ野球で使われているグラウンドってことでちょっと砂ぼこりもあったんですけど補給してみての感じはこんな感じです。まあ、この肌色っていうんですかねちょっと砂ぼこりがつくところとかはしょうがないかなと思うのでまあ多分試合になってくるともっとタッチプレーとかが増えたりするんで汚れる機会っていうのは増えたりしますしあと特殊飛び込んだりしたら確実にこの辺は黒くなりますので、まあ、その辺も手入れをしていってどうなるかっていうのも注目かなというふうに思います。ただ自分的にはグローブ自体の性能としてはめちゃめちゃ使いやすく水野にしてはこの逆巻きの藤岡選手のモデルってことで右側も使えますのでいい意味で水野っぽくない形かなというふうに改めて思いました。あとゲッツーとか取るときにこっち側も使えますので水野っていうと自分今までこのセンターからこっちのイメージだったんですけど藤岡選手モデルに関してはこっち側使えるんでまあ水野っぽくないけど自分には合ってるかなっていうふうに思いました。そんな感じの実は水野プロのグローブということでもう試合でも下ろしてますけど完成形に近づけるために本日ノックを行いました。まあ練習で使っていくと完璧に近づいてくると思うのでもう少し時間はかかるかなというふうに思います。また何か面白いグローブとありましたら紹介しますのでチェックの方よろしくお願いします。それでは今日のショーチャンネルは以上です。エウリッシュ。はい、というわけで今回のプレゼント企画です。今回はこちらローリングスのハイパーテックシリーズグラブ2個セットになります。こちらは届いたらすぐに使えるグローブということでぜひキャッチボール試合ノック等を使ってみてください。左は新品で右は撮影で一度使用したものになります。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。エウリッシュ。